ポンちゃん、ポンちゃんおはよう。外見てるポンちゃん、おはようございます。全然振り向いてくれません。今日はですね、今まだ7時ちょっと回ったとこですが、これから準備をしてオープンマイクに行ってきます。お昼から夕方までのオープンマイクを大磯というところでやるので、そこに連れて行ってくれる人がいます。自分たちで行くとね、電車が結構、遠いので、車でさっと連れて行くよって言ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ準備しましょう。ひよっと、ジャン君おはよう。はい、おはよう。ゆっくり振り向きました。さっきまでめっちゃ甘い撮りました。ジャン君、あ、声が出ません。ジャン君、ジャン君、ジャン君は甘えん坊。はい、ジャン君、朝から甘えん坊です。はいよ。金曜日昼間生配信、夜、オープンマイク、土曜日昨日ですね、フォークソング同好会、そして今日昼からオープンマイクということで、喉の調子が悪いまんま、酷使してみています。これも一個の実験で、鍛え方が足りないんだよっていう昔の昭和のやり方ちょっとやってみたら治ったりしてねなんてね、あんまりそれは期待できないかな。でダメージがだいぶ残っていたら月曜日に病院に行ってですね、ちょっと歌ったらこんなになっちゃいましたって嘘ついてこいかな。いや嘘じゃダメだね、ダメだったら行ってきます。もし本当に、酷使したら意外と歌えたりして、だったらトレーニングを毎日、みたいにやろうかなということでした。はい、ジャン君そろそろ出かけますよ、ごめんね。また留守番です。3日連続留守番です。留守番大賞です。はい、夕方には帰ってこれると思うけど、留守番よろしくね。リコーションだね、ジャン君。ポンちゃんもね、ポンちゃんも寝ています。ジャン君、ポンちゃん、留守番お願いいたしますね。ジャン君が泣いたら慰めてね。帰りました。荷物が重いですね。はい、待っててくれました。寝てた、寝ててくれましたか。
はい、やっぱりこれ、はい、どうぞ、はい、こっちどうぞ、いいよ、こっちじゃないんですか、3日連続歌ってきました。今日が一番マシだったな、喉は。酷使した方がいいのかな。よいしょ。ポンちゃん、ポンちゃんもブラッシュしましょう。あ、はいはい、はい、もうすぐ動いちゃうのね。へい、ポンちゃん、うんうん、さあ、へい、一息。ジャン君、ポンちゃん、何か届いたよ。届いたよ、はい、何だろう、中身分からへんの。よいしょ、おやった、また猫でございます。なんか不思議な形状、斜め式猫爪とぎ、おお、斜め式だって、加工やっておくんだ、こういうことなんですね。はい、ビニールが取れておりません。ビニール取らして、ビニール、ビニール、取った途端に乗ってやろうっていうポンちゃんの顔が、うん、ポンちゃん見てるね、ポンちゃん見てるね、よいしょ、こうだよ、こうだよ、あ、もう来ちゃったよ、もう来ちゃった、こうなの、そうだよ、よいしょ、ほら、そうすると斜めになるでしょ、本当だ、ポンちゃん箱の方に来ました。ポンちゃん箱が良かったの、あー、あっちに行っちゃったよ、ポンちゃん、あ、落ち着くんだ、ポンちゃん、ポンちゃん落ち着くんだ、まずはこの中だったね、そっか、ジャン君、今なら先にここで詰め遂げるよ。あ、来た、バレた、バレた、来た来た来た、ポンちゃんに、はい、ポンちゃんいいね、やっぱりポンちゃん先なんだね、うん、ジャン君はぼーっとしております、ちょっと眠いのかな、ジャン君、ほら、すごい長いことでよいいね、ポンちゃん、最初は私いいね、ポンポンちゃん、高圧縮の暖房素材って書いてある、うん、長いわ、ちゃん、ポンちゃんいいのかな、ジャン君、爪研ぎ心地がいいのかな、また明日か明後日に爪研いでね、ポンちゃん、ずいぶん長い、長い長い、いい感じなの、ポンちゃんどうもありがとうございました。こんなに喜んでおります、ポンちゃんも喜び、はい、よかったね、そしてまた飛ぶいいね、ポンちゃん、ポンちゃん、明日資源ごみの日ということで、こういうものを畳もうと思っております。これ畳んでいいんだよね、多分、うん、ポンちゃんはご飯です、そしてジャン君、ジャン君は真っ暗なところでお休み中ですか、ピントが合いません、
ポンちゃん。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、うん。